結構そういうこそ大人とか年齢の上の方ですら結構混乱したりとか翻弄される中で、まあじゃあ元々生まれた時からそういう SNS に囲まれていて、まだ柔軟にいろんな意見も吸収している若い人たちって正直こう何を信用したらいいんだろうとか、情報の取捨選択ってそうもっと難しいのかなと思うんですけど、そういう層に対してはなんかどう考えてほしいとかっていうのってありますか？いやいやもう特にこれこういうふうに言うっていうのはないんですよね、はい、いやだからまあ普通のもちろん教科書的な答えは、あのネットリテラシーを身につけてね、あのなんかこうちゃんと情報 の真偽を見極めつつ、あのしっかり飛びつかずにあの少し考えてからあの行動しましょう発言しましょうとかそういうやつなんだと思うんですけど、言っても意味ないじゃない、だからなんかもう言っても意味ないなっていうしか思わないんでそこは 僕なりの意見を言わせてもらうと、科学だと思ってるんですよ、科学的なベーシックな一応義務教育で教える程度の知識はつけましょうね、情報の取捨選択って意外とそれだけでもできるんですよ、例えば放射能に関する言説とか、あとは何か分かんないけど詐欺サイトとか、っていうのは明らかにそのベーシックな基礎的な一応義務教育で教える程度の知識で多分9割以上取捨選択できるんで、あなた科学の元素周期表を一応習ってるはずだよねって、いや覚えてないですみたいな話になるので、そこは学習指導要項なのか何かで変えた方がいいんじゃないかな、教える方を変えた方がいいんじゃないか、その学校の先生が教えるんじゃなくてオンラインエデュケーションにした方がいいんじゃないかとか、根本的にそういうのを変えてあげるとベーシックなそこの部分の知識はつくので、まあ変な言説に惑わされなくなるとは思うんですけどねっていう真面目な意見です、あのその通りだと思いますよ、ただ僕は常に思ってるんですけど、本当は科学っていうのは何かが分かるっていうよりもここまではしか分からないっていうために使うものなんですよね、科学っていうのは、まあ、僕の言い方で言うと分かることを示すっていうよりは分からない部分を示すのが科学なんですよね、だから今の堀江さんのに重ねれば、科学を知ることによってこれがデマだっていうのは分かるんですよ、それは弾けるんだけど、弾いた後もやっぱりいくつか残っちゃうんですよね、そこはやっぱり、決めるのはすごく難しくなる、で今のコロナでもそうだし、いろいろ明らかにデマを弾いた後もやっぱりいくつか意見ってあって、でそれは実は決まんないんですよね、だから僕は多分そこまでまず行かずに、なんか対立してるじゃないですか、もうだから完全に明らかにデマを信じてる人たちいっぱいいますよ、それは、でまずだから科学を知ることによって、その科学で解決できないというか、まあ分からない部分、まあそれは新型コロナウイルスでも原発事故でもありますよね、でその中でこの分からない中で僕たちはどうしたいんだって言って議論をするのがすごく健全だと思うんだけど、まずそこが問題が切り分けられてない問題ってのは一つありますと、でもう一つはそこに対して絶対的な正義はないし、科学は全部決められないし、っていうことを分かった上で、じゃあ分かんない新型コロナウイルスだったら、もうめちゃくちゃ分かりやすいところで言うと、人間の自由を制限することと人間らしく生きることっていうのは絶対対立するわけじゃないですか、そこを民主主義で決めましょうとか、多分そういうふうにならなきゃいけなくて、それ全くそうっていうのを説明しても理解されないっていう、じゃあまあなんか先ほどの、だからまあ非常に常識的にそのなんていうかすごいベースの科学的なっていうか、まあある種の論理的な思考能力っていうのを身につけた上で、ネットリテラシーを高めるどうもな、なんかできそうな気がしないですよ、なんかそれで先ほど先ほどというか、まあ、ずっと言ってらっしゃるその政治の問題っていうことで、元来その論壇って非常に政治に影響力が あったわけじゃないですか、やっぱそこに何か自分が介入してって政治のところから変えていくとか、そこは考えてらっしゃらないですか？
うん、まあ、僕はそれは自分のもう仕事ではないと思うっていうのと、うん、あとおそらく政治を変えるっていうのはやっぱりあの人間的なコミュニケーションがなしでは無理ですよ、うん、で結局人の考え方を変えるって、うん、なんか論文読んですげえって思って変えるようなもんじゃない。だからそれは、ね、自然科学と人間社会を混同してるわけですよ。自然科学はそうですよ、だから新事実が発見されました、これ何か間違ってました、あたあのそしてそれ論文読んだらあそうですねっていうふうになるわけですよ、うん、それもそういうルールと全部が作られてるし、そもそも自然科学においては間違ってるか間違ってないかを判定するのは自然ですからね、人間社会じゃなくて。でも人間社会の方はやっぱり何か新しい新事実と言われるものが出てこようが、新しい考え方が出てこようが、それをどう受け取るかっていうのもまた人間の問題であって、全然そんなことによって決定されないわけですよ。で、あのそうすると結局人の意見を変えていくっていうのは、うんうん、一人一人説得していくってことであって、それやっぱすごい手間かかるし、はい、あとコミュニケーションのなんか蓄積みたいなものも必要ですよね、うんうん、まあ、だから一言で言うと論壇の言論人っていうのは、言論人自体が一種の政治家にならないとそれは影響力持てないわけですよね。そういうところまで引き受けた上で、あの社会変えるっていうふうにやらないと、あの本当は言葉っていうのはそれは政治的協力を持たないと思うんですね、はい、で僕はそういう点ではそれは自分にはできないなと思ってる、でだからまあ別のことやろうと思ってるわけですね、でだからあのそれはまあ言論選挙にも書いたけれども、はい、ツイッター上でやっぱり論争とかをしてる人たちっていうのは、なんか根本的になんか勘違いしてる気がしますね。論争なんかしたって何も変わらないし誰の意見も変わらないんですよ、はいはい、あれは両方の陣営が、まあ、マスターベーションしてるだけですよ。だからやっぱりこう、まあ、だから人を変えていくってやっぱすごい大変なことだなみたいな、なんかすごい普通のこと言ってますけど、まあそれは僕はこの10年間考えてきたことですね。っていうかだからハッシュタグを打つだけで世の中変わるっていうような、そういうこう安直な考え方をしない人たちを増やし、でその人たちがちゃんとこうか活動できるようにしていくというか、次になること、ちょっとあっという間の時間が来てしまったんですけれども、東さん本日いかがだったでしょうか。何かちょっと、まあ、言い残したことっていう質問も、言い残したことはあれなんじゃないですか、僕の本の宣伝なんじゃないですか。これやっぱり宣伝企画ということで来たので、あのそれについて思ってますよ。はい、思うところはあります。これでも今日聞いて、本当知らずだったり言論に入ってみたいと思った人結構いたんじゃないですかね。ちょっと知らない世代。相当いいですし、あのまずはクリックですよね。まずはアマゾンでクリックです。まずはアマゾンでクリック。ノータイムで、これ考える必要ないんだ。ノータイム。ノータイムでクリックしてほしい。そういうのが、まあ、最後メッセージですね。そんなね、あの新書だから。そうですよ。あ、これはね、1時間で読みますよ。全く時間を取らない。860円。そう、考える必要ないです。ノータイム。読まなくてもいい。読まなくてもいい。金が動けばいいんです。ノータイムでクリック。さあ、東さん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。